陶器とは、中世、特に鎌倉時代に多く見える用語で、百姓が逃亡した際に関わる言葉とされているが、その解釈には諸説ある。御成敗式目の42条では、諸国の住民が逃亡した時に領主が陶器と称して、妻子を抑留して、財産を没収した慣例を非難して、未新の年貢、諸島に相当する分のみを家族から徴収するものとしている。 一方、時代が下り、戦国時代の日保辞書には、家と世帯道具をすべて捨てて、領主のところから逃げ去ることと定義している。この二つが示した、陶器の定義があまりにも大きく異なっているため、学者の間でも諸説分かれている。同じ言葉であるのにもかかわらず、両者の定義を見ると、前者は領主側の行為、後者は住民側の行為を指しており、 さらに、年貢、くじなどの租税の未信などの経済的理由を絡ませた、前者と経済的理由には触れていない後者の間にも違いが生じている。このため、陶器の定義については、中世の百姓が領主に隷属する身分であったのか、それとも、巨流の自由を有した存在だったのかについての議論も、絡んで説が複数も分かれている。代表的なものでは、 逃亡者が残した家族の人身を含めた財産を、領主が没収する行為を指したとする説、未審などの経済的債務を負った者が、家族、財産を残して逃亡する行為を指したとする説、単に領主の支配から離脱する行為一般を指したとする説などに分かれている。ありがとうございます。